チス、誰も知らない囚人、イカレタコスケでござる。今回はボス戦なんでね、あの弱者生存戦略なのでネタバレが気になる人はバックしていただきたい。今回挑むはボーリュー、ベールというか、昨日ね、あのずっと半日ぐらい遊んでいて、普通に近接で倒せるまで頑張ってみたんだけど、いや強い。で、簡単に倒す方法というものをいろいろ模索してみたんでござるが、まあ結局これが簡単かなというのも、過去に紹介している雷の超光輪なんでござるね。で、その時紹介した方法としてはね、この連なる火花の香りが地面に滞留して、ここ滞留しないな全弾ヒットを一瞬でね、相手に与えるのが強いよっていう話なんだけど、それ抜きに単純に超光輪が一番強い。いや、虫糸も槍もね、散々聞いてて、実際めちゃくちゃ強いんでござるよ。うまくはまると、下手すると超光瓶よりダメージ出るぐらいいくんでござるが、ベールさんがめっちゃ動くからね、なかなかね、狙いが定まらない。貫通するんで、多段ヒットがうまく入ると、ほんととんでもないダメージ出るんだけど、なんで、まあ、もし、この連なる火花の香りが、地面に滞留するのだけでなく、そもそも、この全てのヒット判定がバグ扱いになって、修正された時には虫糸の槍だろうなって感じで、ただ今回は、まあ、ブーストのしやすさがね、でかいよね。というわけで今回はちょっと超光瓶で行かせていただきたい。前に紹介してたから虫糸紹介したかったけど、まあぶっちゃけ過剰なんでござるが、霊薬なんかはね、ウィッカーマン倒すの結構めんどくさいんで、こちら乾いた花束、召喚した霊体が死亡した時に生贄に捧げてターンエンドするタリスマンでござるな。さあ、そして霊薬でござるな。雷まといの割れしずくと、今回非常に強力なのがこの岩トゲの割れしずく、両方とも本編で手に入る割れしずくでござるな。あのね、雷の超光瓶を最終的にもう、なんだったら虫糸とか茨とかをね、ねじ込んでもよかったんだけども、それでもやっぱり低加護でも倒せてしまうという点で、今回ねこれを選んだ理由の一つなんでござるけど、まあとりあえずすぐに終わるんでね、サクッとやってからお伝えするでござるか。はい、黄金樹に誓ってを一応かけ、そして数歩前に出てから弓兵を召喚で回復して、もう食らってもいいでござる死ななければ、あ、もうゴリゴリ食らってもいいでござるよ。拙者が動き出した時がお前の最後でござるから。はい、弓兵ちゃんで、相手にしっかりと弓兵の方を向いてくれたら、あ、ここで霊薬だ、忘れてた。はい、霊薬を使ってロックオンをせずに連打するっていうか、もう体力のおかしい、減り方おかしいもん。終わった。あ、うまくいかなかった。ちょっと火力高すぎたでござるがね、ちょっと火力高すぎて、あの6割まで一瞬でいったせいでなんなかったでござるが、この連なる火花の香りを選んだ理由の一つとして、ベールさんをダウンさせることができる。違うわ、拙者が岩トゲを使うの遅れたからや口で説明するでござるよ。もうちょっと火力が少なかったとしても、なんだったら半分ぐらいだとしても、この岩トゲを使って連なる火花の香りを連打すると、ベールさんが、まあ、致命状態、ダウン状態になるんでござるな。その時間の間も連なる火花を連打することができるんで、威力が半分だったとしても変身前に倒しきることができてしまうというものでござるな。失敗したでござるが、まあ今とにかくこれがもうどうにもならないぐらい強いので、ちょっとね、弱者生存戦略で他を挙げられなかったといった所存。さて、割と強力なこの乾いた花束、生贄を投げてターンエンドでござるな。これの場所をお伝えするでござるよ。場所はここ民家の小祭壇、小祭壇でござるか。ベルナートだっけ、ベルラートでござるな。で、ここからまず左の階段を登っていきます。で、ここも左、結構ね、確認してみたけどね、
ややこしいでござるよ。ここ行き止まりで、その手前をこっち側細路地に向かうんでござるな。あ、敵を片付けていない。そしてこの細路地をずっと行って、ここを左で水場を抜けると右に入り口があって、でこの階段をまず登りますと、この合間にも結構敵がおるでござるから、拙者4周目ともなると結構強かったでござるよ。でここ右の階段を登ります。そしてどっちだっけ、こっちだ、左だ、左に行って、ここもまたねややこしいんだよね確かね。ここのこのでっけえ雲がいる建物の手前を右に曲がります。そうすると隠しルートがあり、ハエビトがいっぱいいるところがあり、奥にミケラの足跡があり、でさらにここを右に曲がって、左に曲がって、ここ結構遠いんでござるよそして拙者が前回紹介した時に思い出補正だけで思いっきり間違えてしまった千儀連なる火花の香りの場所でござるな。マップが映るでござるよ。このレダーナさんのところを越えた先、このミケラの十字なんだっけ、このサンサロだっけ、サンサロのサンサロこっちだよな、なんだっけもう祝福の名前も出てこないが、こちら影の城の手前のこっちの丘の長考師がいるところの空中スカラベでござったな。いやー間違えたでござるよ。で位置的に絶妙にどうだろうね、ここだったらギリギリ大ルーン割れないかな、なんとも言えないラインのところなんで、まあ、取りに行く人はねイベントだけお気をつけて。で雷の兆候瓶を何回もお伝えしてるんでめっちゃ簡単に、ここでござるな。で拙者のマーク絶妙にずれているらしいんで、この辺一体雷の羊がいっぱいいるところでござるね。行き方としてはこの白砦の正面から、このねこの黒い線、黒い線っていうかね、なんかちょっと茶色い線を沿っていくと、ここから崖から降りられるんで、そしたらこの川に出て、ここからエラク川の洞窟に入って、どっから出るんだっけな、まあエラクのエラク川に出たら下流に向かって岩を飛んで進んでいくとここに出るでござるよ。ウィッカーマンがねいるところなんで分かりやすいかなと思うでござる。しかし兆候瓶どうなるか、いや兆候瓶というよりも連なる火花の香りでござるね。あの囲む火花の香り、もう片方の戦技も使ってみて、あっちも多段ヒットで確かに火力も相当高かったんだけど、さすがにこちらほどはいかれていなかったんで、まあこれが修正されるんじゃないかなと。あの DLC2 周目に入るために本編でも使ってみたけど、あの往年の初期の霜踏みを多分超えてるでござるよ余裕でありえんぐらい強いでござるな。距離が広い、貫通するで、霜踏みのように地面限定でもなく大型にも小型にも集中することができるっていうね。いやこいつはマジのぶっ壊れでござったな。システム的にもぶっ壊れてしまっている、まあ、調整ミスというよりはおそらく、まあ、こっちが救済かな、決起の腕が救済かなと思ったけど、あまりにもこちらはお手軽すぎる。というわけで誰も知らない囚人イカれた小助でござったっていう。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ